ということで、でもね、僕ね、ちょっとね、似た問題として、自衛隊の問題だと思うんですよ、はい。自衛隊に対する態度っていうのもまた共産党あっち行ったりこっち行ったりですよね。はいはいはい。まあ、自衛隊と日本共産党っていうことで考えても戦後の問題ですけど、どうですかね。はいはい、今度の本での中でもね、自衛隊の問題の天皇の問題と合わせて、うん、まあ、憲法と日本共産党っていうか、うん、憲法と革命ということでまとめてみましたけど、自衛隊についてももう、なんつうか、定まってないというかね、ふらふらしてますよね、うん。似てると思ったらね、天皇の話と似てると思ったらね、国民の総意があった時にこう、はい、憲法違反の自衛隊は廃止って、国民の総意できるわけないじゃんと思ったのね、これは。そうですよね。いや、僕ね、学生の時共産党入った一つの理由は、なんだっけ、共産党っていうのは、非武装中立じゃないんだよと。うん、まあ、中立政策は取るけど、非武装じゃないんだと、うん、ちゃんとした自前の軍隊を持つのが共産党の政策だって言われて、うん、あ、それはちょっとリアリティがあるなと思って、入っちゃったんだけど、うん、当時はそうだったんですよ、うん、でだから将来は憲法も変えて、うん、まあ、天皇もなくすし、その何だっけ、九条も変えて、独立の軍隊を持つようになるんだって説明を受けてたんですけど、うんうんうん、その通りですね。ところが、なんだっけな、その絶対軍隊はダメみたいな風に変わってきちゃって、うんうん、で自衛隊反対かと思ってたら、もう20年前に今度は自衛隊は違憲だけど、うん、なんかあったら活用するっていう風に方向を転換したっていう風になって、うんうん、俺もまあ随分その下りはちょっとこの本の中にも書きましたけど、結局小沢一郎さんからなんかに、うん、なんか責められたらどうするんだって、うん、そうそう、田原総一郎の思いで、不破鉄道がやられたんだと思います。で、それで答えられなかったっていうんで、もう、なんかや、まあ、半ばやけくそになってね、うんうん、まあ、なんかそんな、そういう時があったら使うよ、みたいな。今はまだ我々、ね、の政権ができてないから、しょうがない。我々の政権作ったら、もうこれ考えますよね。うん、今はしょうがないんだと。あるもの使えばいいじゃん、ってね。まあ、変な話だけどね、今ちょっとそういうところに走ることあるんだけど、さっき名前が出たね、上田浩一郎さんがね、うん、いや、自衛隊はね、使うその機会がないんですよ、うん。もう戦争できないんだから、核時代だから、適当なこと言ったんだな、うん、だから必要ないんですよ、みたいなね。で、まあ、必要あるとしたら、人件費としてね、払っといて、災害出動とか国民を救援するの必要だから、武器の分はいらないから、軍事費減らして福島で、めちゃくちゃな議論なのよ、言ってることが。いや、20年前に自衛隊活用論って出した時も、そうなんですよね。うん、まあ、日本が攻められるなんてありえないから、うん、ありえないけど、まあ、それこそ田原総一郎みたいに、うん、とか、小沢一郎みたいに、迫られたらどうするんだって聞く人がいるから、うんうん、理論上の問題として、うん、その時は使えばいいじゃんっていう決めただけですから、うん、安心してくださいっていうのが20年前の説明だったんで、まあ責められることありませんから、ね、そうそう、絶対ないって言って、今ゼロって言いません。あの話出た時、僕ね、ほら、筆坂さんが常任幹部会員で、うん、僕が秘書だったんで、うん、筆坂さんとは割と関係良かったから、当時ね、いや、これ C さん余計なこと言ったんじゃないのと要するに、いや、戦争ないって言ってるのにね、うん、なんかあったら使うっていう論だっておかしいじゃないですかと、うん、こんなこと言わないで曖昧にしといたのが説明つくのに、なんでこんな余計なね、説明の必要なこと言うんですかって言ったらね、筆坂さんは素直だからね、言いに行くんだよね。自分も疑問に思ったらして聞いたらしいのね。そしたらね、いや、これはね、理論的に想定される事態については答えを準備しなきゃならないってわけのわかんない。全問答されちゃってさ。いや、これ誰かにその質問されたんだなって、それあの時後でわかったんですよ。小沢一郎あたり突っ込まれた。まあ、そういうことなんだよね。でもこれ、無責任な話でね。でもね、あれいいきっかけだったのは、あの後、まあ、別のね、小沢和明さんというね、衆議院議長になった時に、自衛官の自殺問題って出た時にね、自衛隊とは何ぞやと、公務員だと。公務員で、結構困難な仕事をしてる公務員で、そういう職場のね、特殊性からね、いろんな悩みもあるし、もっといろいろ待遇考えなきゃなんないっていう議論ができて、厚生労働部会なんかでもね、で、自殺問題取り上げようと、いうことで、一生懸命取り上げたら、当時のね、まあ、防衛庁長官をやってたね、石破さんに非常に喜ばれてですね、相談しましょうって話になって、質問も相談して作ったっていうことね。それでね、自衛隊に対して、こう、なんていうね、歩み寄って別に共産党支持増やそうってんじゃないけども、自衛隊というものはもう国民にとって必要だし、ちゃんと働く人たちなんだと、
公務員なんだっていう認識が、やっぱ共産党員の中にも広がるきっかけにはなったと思うんですね。だから当時、その質問するには、どんなハレーションなかったですか？いや、これ事実上認めちゃうことじゃない。その対応。うん。あのね、よかったのはね、小沢和明さんって人が、不破鉄道さんの同級生で、何にも怖くない人だったんですよ。だから、小沢さんがやったの、やるって言ったら、しょうがねえやっていう話だったんですよ。俺当時記者だったら、俺、あれはでもね、ずいぶんね、だから防衛庁もね、協力してくれて、かなりね、嫌な話なんです、彼らにとってね、自殺者が多くて年度ごとに出せとかね、あの、三自衛隊ごとに時期別に出してみろとかでやってね、海上自衛隊が一番ね、大変かれた比率が多かった。いや、それはそうですね。解明してね、そしたらね、あの、結構自衛官の自殺で裁判をやってる家族ですからね、その人たちがみんな相談来るようになったの。で、結構、その時が、今でもお付き合いしてる方いますけどね、自衛隊一家の中で一人こう自殺したんで、うん、今現職の自衛官だけど、その裁判を応援してるとか、そういう人たちもあってね、うん、話聞いてるの、よかったですよ、うん。それはそれでね、あの、措置がされて、相談体制作ったりね。素晴らしい。自分ですよね。共産党すごい。うん、まあでもおっしゃる通り、当時の共産党の中の雰囲気としては、あの、言っちゃった人いるけど、自衛隊っていうのは人殺しの訓練をするところだって。うん、藤木さんね。彼はその後に来た人だろうね。そう、その後、だから奈良県でもね、人殺しの組織だって。ああ、あったり。そういう雰囲気の頃はありましたよね。うん、何しても、うん。あの、自衛隊員が迷彩服着てや、あの、区役所に来るなっていう、あれもあったからね。あ、板橋であったじゃない、その、レンジャー訓練。あれはね、街中でやるのはどうかと思ったけど、一生懸命あの、キラヨシコって議員がさ、変な写真撮ってさ、反対反対ってやっててさ、あれ、あれはそこでやんねんして、国会の論壇でやれよと思ったけどね。あれ、あの、その時の共産党の対応の作戦でったのは私なんですよ。あれだ。いや、で、キラヨシコがああやったのは、想定外っていうか、僕の指揮の外なんですよ。私があの時一生懸命、今、篠原さんも言ったけど、あレンジャー訓練を街中でやるのは反対だと。うんうん、その手一点で、うん、運動しましょうっていう宣伝計画立てたのに、うんうん、なんか余計なもんか、うん、おひれはぎれして、うん。あの時ね、区議団で発表した、声明文みたいのがあるんですけど、それを私書いたんですけど、うんうん、それはね、なんだっけ、ね、自衛隊っていうのは、あの災害出動の中には必要なもんだと。うんうん、だけど、そのレンジャー訓練っていうのは、うん、あの戦場を想定したもので、それを街中に持ってくるのはよくありませんっていうような書き方してたんだけど、うん、それが、あその後、それがひな形になっちゃって、うんうん、あの全国にばらまかれて、で全国 の, そのレンジャー訓練はなかったけど、自衛隊の行動するときに使われちゃって、なんか、ね、全部あの自衛隊の行動は反対だみたいに書き換えられちゃって、なんか。うんうん、あの時のね、共産党の中央委員会の対応もしんどかったの、いくら何回相談してもね、うん、あの今沖縄のことで忙しいからなんかはちゃめちゃだよね、はちゃめちゃだよ、ね、で国会議員が来るなんて聞かされてもいないのに、いきなり来て、あのお姉ちゃんが来る、ね、写真撮ってさ宣伝しちゃってね、もうあれは共産党ダメだなと思いますけどね、うん、うんうん、あの時はもう僕はもう当然辞めてますからね、あれですけど、あのあとね、実はあの すぐ1ヶ月後ぐらいに、うん、あの大震災を想定したあの、うんうん、自衛隊の行動訓練とかって、うんうん、あの自衛官が、まあ、規模は小さいんだけど、各区役所に、うんうん、まあ、一泊して、あの、うん、その指揮が取れるかっていう訓練もしてるんですよ、うんうん、その時も同じ調子で反対しようとするから、これをストップさせるなんてとんでもないですね。いや、それはだから、それはで防災訓練だから、うんうん、前僕が書いた論調からいくと、それは賛成しなきゃいけないことだから、うん、俺は反対できないよって言ったんだけど、うん、結局止まんなくて、で、その時の反対の理由が、自衛官が迷彩服を着て、区役所に尋ねるなんてとんでもないことだと言って、うん、あのやってね、それも揺れたよね、そういう対応ね。で、板橋区役所はまだ私いたから、うん、いや、どうぞ、あのどうぞとは言わないけど、自衛官の人は区役所の中に入って泊まってくださいってやったんだけど、うん、他の北区の共産党は自衛官を入れちゃいけないって、うん、反対したもんだから、あの自衛官 の, あの車をあの区役所の前に止めて、あの寝泊まりしたんですよね、うん、自衛官の方が。で、それが余計目立っちゃって、いや、北区にはさ、新日本婦人の会のさ、うん、強烈な幹部がいてさ、この人の言いなりなわけよ、あの議員が。
いやだからこういうね共産党の中でもいろんな傾向があってね、板橋は話が分かったことなんじゃないの、いや怒られましたよ、だから板橋あれ北口は自衛官を役所に入れなかったのに、うん、板橋が入れちゃったと、共産党何やってんだって、うん、怒られたことありましたけど、まあでもそれおかしな話だよね、うん、だってあのそれでいてね、例えば90年代入ってすぐですよ、うん、石原知事だったよね、あの時ね、ビッグレスキューって言ってたんですか、 あの時にあの自衛隊があの江戸川の河川敷である防災演習にね、参加するのはけしからんって、共産党の東京都議団がやったらですね、不破鉄道を介入してね、何を考えてるんだって指導しちゃって、のこれはあの現実にある組織がね、あの震災対応とか災害対応するのは当たり前じゃないかと、何反対してんだと。あだからそういう意味で言うと、共産党の中でも考えが、まあ、なんつうか、ちぐはぐなところがあって、感情的には共産党、あじゃない、自衛隊は人殺しの訓練やるところだっていう人が多い中で、考えてる人はあのちゃんと防災とあの軍事と分けて考えなきゃって、不破鉄道だからそれまともな感覚してんだなと思いましたよ、うんうん、でもその時のビッグレックスの時に、うん、あの共産党の時があの装甲車試乗体験かなんかに一緒に乗っちゃって、うん、怒られてましたよ、木村洋次名前出しちゃったこの木村良二さんというのがね、実はね、そのビッグレスキュー自衛隊参加反対って大論陣張ったのにさ、あの体験史上乗っちゃってさ喜んでニコニコしちゃって、ね、本人の問題だよな葛飾の議員だ、ね、なんか銀座に戦車がやってきたとかなんかそんな見出しでやったんだけど、戦車じゃなくてまあ装甲車だったんだけど、ね、いやいや、だからこういうね、あの自衛隊の問題もね、だからね、あれなんですよ、共産党って揺れちゃうっていうか、本当はだってね、あの昔の考え方でいうと、自衛隊というのは対米従属のね、米軍の補完部隊であり、うん、国民の軍隊ではない、うん、だからね、うん、一度解散して、うん、人民のですね、人民大衆の自主的大衆的組織としての自衛組織を作る必要がある、うん、自衛軍作れと、うん、いうような方針をね、1980年代前半ね、14、15、16大会で大体確立したんですよ。ここが始まりなんで、憲法違反だから自衛隊を解散しろなんてことじゃないんですよ。うんうん、だ共産党の立場はもともとそうだけど、それすら今もう曖昧になっちゃって、そのこと忘れてるよね。うんうん、だって今、党大会決定って変えないですよ。え本屋で絶版になってた。ああ、そうですよね。都合の悪い、あの話の表則の合わないね、党大会決定はね、変えないようにしちゃってるんですよ、今。うん、昔のやつはもう手に入んないですよね。僕らの時、うん、学生の時にはもう8回大会から全部揃えなさいと。揃えて読めって言われるでしょ。うんいや今回本格のちょっと苦労しましてね。そうだよね。あの国会図書館じゃないんですか。いやあると思いますけどね。まあちょっとそこ全部読まあのページ指定するのも大変だから。いや今回ちょっと古本屋っていうか、うん、あの、うんうん、ネットの古本屋でたまたま見つけたもんだから、うん、あの初大会から揃えましたけどね。うん、いやでも。いや本になったようなものを見ると、うん、いろいろと突っ込みどころがあって大変助かりましたよ、うんうん、残さないようにしてるんですね、うん、つじつま合わないから昔のやつが、うん、もうだから目に届かないようにね、うん、だから初大会って言ったら宮本賢治 の, あの日本革命の展望って言って例 の, あの敵の出方論とかが詳しく書いてあるところ、うんうんあれはでも基本的には第7回大会第8回党大会のね、はい、決定とか報告とかですよね、まあ、追加発言とかね、うんそういうことでしたね、うん、そういうことで自衛隊論っていうのはねこんなもんだよね結構面白いこと書いてありますからぜひねあ、よろしくお願いします。